鎌倉車両センターは、神奈川県にある東日本旅客鉄道横浜支社の車両基地である。もともとは大船電車区として発足したが、車両基地及び、研修部門が、大船工場と組織統合され、鎌倉総合車両所、鎌倉総合車両センターとなっていた。統合後は、神奈川県道304号、腰越,越大船線及び、柏川を挟み、 車両基地側を長島地区、車両工場を深沢地区と呼んで区別していた。その後工場機能が廃止され、長島地区が鎌倉車両センターとなった。本区の敷地は鎌倉市山崎と藤沢市小塚にまたがっている。主な業務は仕業検査と交番検査である。大船駅から直接入りデクすることが可能で、入りデク線を大船駅から 東海道本線に沿い、柏川を渡った先にある。深沢地区とは敷地が離れているため、車両の直接の行き来はできず、大船駅構内で2回スイッチバックする必要があった。鎌倉車両センター東神奈川発出所は、横浜市神奈川区にある、東日本旅客鉄道の車両基地である。構内には、電流線が8本あり、京浜東北線と横浜線の車両が留置される。 元々は運転士も所属する東神奈川電車区であったが組織改正を経て現在に至る。橋本発出所。写真奥の方向に橋本駅がある。鎌倉車両センター。橋本発出所は相模原市緑区にある東日本旅客鉄道の車両基地である。橋本駅の相模原よりにあり、横浜線の車両が留置される。 国鉄のグラウンドとして使用していた敷地に1974年12月頃建設された。もともとは豊田電車区の所属であったが、横浜支社発足の際に大船電車区に遺憾となった。かつては、橋本駅と発出所の間に踏切が存在し、横浜線、相模線の通過と発出所の入り出暮ら車によって、開かずの踏切と称され、 道駅周辺の道路混雑を招く結果となった。後に道路を地下化することによる立体交差化が行われたため解消されている。校内には電流線が11本あり、88両を収容することができる。修繕線はなく、交番検査線が2本、線上線が1本ある。作業線では日常、検査課による検査や車内清掃などが行われる。 鎌倉車両センター、磯子発出所は、横浜市磯子区にある、東日本旅客鉄道の車両基地である。磯子駅の北東側にあり、11本の留置線がある。鎌倉車両センター、中原支所は、川崎市中原区にある、東日本旅客鉄道の車両基地である。南部線の武蔵中原駅武蔵新城駅間に並行しており、電車の出入区は、 武蔵中原駅から行われる。もともとは運転士も所属する中原電車区であったが、2020年3月14日の組織改正を経て現在に至る。東海道本線、東海道貨物線、大船駅藤沢駅間の南側に設けられている。下り線側より横倉、横浜支社を意味する横と鎌倉を意味する倉から構成される。 2020年10月1日現在の配置車用は以下の通り、2020年4月1日より45両増加した。ありがとうございます。